がほら押し寄せても、鱗のように身にまとったものは捨てて泳いでゆけ、君のもとへ、君のもとへ、それでいいはずなんだ。
寄せても今日どうぞよろしくお願いします。ありがとう。緊張してるなみんな。緊張してますか。そうだな、こんな地下の真ん中でさ緊張するよ。自分がもし飛び火人に生まれてたら多分幸せな僕はここにいないでしょう。
ありがとうございます。日本橋ミュージックライバーへお越しの皆様、どうもこんばんは、藤田優也と申します。よろしくお願いします。大丈夫みんな緊張するよな普段となんかさ、こう違うね、ちょっとすごいこう偉い人たちもいらっしゃって、こうちょっと緊張するよね。でもまあ僕がやることはいつもと変わらないストリートライブなので、まあ今すぐにとは言いませんけども、1時間ぐらいあるんでね、どうかちょっと1時間後にはもうこう肩がこう力抜けてる、肩こる出まして力抜いて聞いていただけたらなと思います。今日はどうか最後までよろしくお願いします。僕路上ライブよく本当によくやってるんですけども、関西出身でして、でこれ地下でやるっていうのは東京では初めてで、関西いる時はですね、阪神百貨店っていうところがあるんですけど、それの前とかで、よくやってました。で何ですか、怒られるんですうるさいよと声が大きいもんですからね、怒られるんです。でも今日は公認ストリートライブなので、どんだけ大きい声出しても怒られないそうです。よろしくお願いします。じゃあその大阪でもよくやってた曲、聞きしてもいいですか、君の過去はここのお店で買えますか、僕の未来君にそのお金で過去をください。
歌わせてもらった非売品という曲、わがままな男の子が、彼女の過去までを欲しいと言ってる、なんかそういうめめしいめめしいラブソングやったんですけど、なんだかんだ言ってもその二人にはやっぱり終わりが来るんやなっていうのをなんかすごい実感した時があって、それやったらなんかわがままももうちょっと言っときゃよかったんちゃうかなとか、自分が最後の日にそんな風に思うんかなとかいろいろ考えたりして、5年前2019年8月に個人的な話ではあるんですけど、うちのおじいちゃんが他界しまして、その時作った歌を歌おうかなと思います。残されたおばあちゃんのことを考えて作った歌です。しおりという曲を聴いてください写真を眺めてると、あなたとの日々はまるで一冊の小説のよう、我ながらそう思うの、あなたはどう思う？青空の下で旅行したり、テレビ見ながらソファーで寝
眠ってしまったり上手に美味しくできた料理それを美味しいと言ってくれなくて怒ったり淡い色の思い出をめくるいろんなものをあなたと見てきた残りのページもまだまだ続いていくと思い込んでいた物語があなたをどこか遠くへ連れて行く私一人だけを置き去りにして手の届かない場所へと物分かり悪い私はあなたがいないこと受け入れられずただ立ち尽くしてした日々をまだ生きてます と過ごした日々の方が夢のようで時の経過を示すしおりは一人になってしまったあの日に挟んだままあなたI'm the only one who's left behind. I'm the only one who's
まあ、さっき話したおばあちゃんの話なんですけど、おばあちゃん山口県に住んでて、僕がちっちゃい頃夏休みになるとよくっていうか、もう夏休みになったらすぐお父さんとお母さんが来る2週間ぐらい前から前乗りして山口に行ったりしてて、なんか無邪気やった子供の頃のことをすごい最近よく思い出すことが増えて、そういうおじいちゃんが亡くなったりとかっていうことを経て、そういうことを思い出すことがすごい増えて、やっぱ人間大人になっていくにつれて妥協したり周りに合わせてしまったりすることが僕もいっぱい増えて、みんなにはそうであってほしくないなって、僕は一回自分に大嘘をついて生きた過去があって、なんかみんなにはそんな風になってほしくないなってすごい思ってます。できるだけ自分の生きたい方に、いいなって思った方に正直に、そんな願いを込めれたらなと思います。青い自転車、捨てたもの夜な夜な探すことになってしまって、引き出しの奥には恥ずかしいものばかりなのに戻りたくなる、遠い涙なの中の僕らがはしゃぎ回ってる、少年が書き溜めてた手書きの地図は大人に破り捨てられた、傷だらけの心バラバラになってしまった。
から靴飛ばしどこまで行けるか、あの放物線のような夢をもう一度、泥だらけの靴でオレンジに走る、君に聞きたいことがあるんだ、今描いている未来の中では、どんな人が一緒に笑ってる、大人はいろんなことを飲み込むんだ、君の道が優しいものであればいいんだ、届け、こらえてることや痛むことがあれば、優しいその人に打ち上げて、青い自転車で夏空に消える、君に伝えたいことがある、周りに合わせて自分少年時代の私はこんな感じでした。ミルキーという曲、溺れるような恋といえば多分これのことだろう、甘い青春の1ページだ、教室で友達と輪になって話してても完全に意識の方は君に向いてる、いつものようにルーキーを食べる、可愛いなどに飽きてしまった、こっちを向いた願った
そっちを向くと真剣な横顔が今日も好きだ。何に願って何を思って誰が一番好きなんだろう。手を少し笑ってもらえるよ。
僕はあの何やろうな、あのね、お仕事に行く人たちを心から尊敬してるんですよ。いや本当にマジで僕にはできへんかったんです。何をやってもダメやったんです。勉強してもダメ、運動も全くダメで、なんとかこの音楽っていうものがあるから生きていけてるけど、就職して働くみたいなことは僕には本当にできなくって、それをやってのけてる皆さんのことも本当に心から尊敬してて、そういう中でじゃあ自分に何ができるんかって、やっぱ歌うことしかできないんで、なんかこれを聞いて元気を出してもらえるならそれが一番嬉しくって、日々いいことばっかりじゃない、楽しいことばっかりじゃなくて苦しいことが、襲ってくる時が誰にでもあると思うんですけど、なんかそういう自分がダメやなとか、自分は情けないなとか、なんかそういう風に思わんといてほしくって、どうやっても前に進めへんなとか変われへんなとか、なんかそういうことを思ってほしくなくって、変われへん自分をなんか責めるんじゃなくて、なんていうかな、変わろうとしてる自分のことを褒めてあげてほしいし、認めてあげてほしいなって、なんかそんな風に、たとえそう思えへんかったとしても、この歌を聴いたらなんかちょっとはそういう風に思っていいかなって思える、なんかそんな歌を歌いたいなって、なんか日々毎日考えてます。そのもがき倒してるところにも深い足跡は残ってて、大事なのは何よりもあなたがあなたであることやなって、なんかそんな風に思ってます。この皆
三越前で歌わせていただくことが決まった時からこの曲は歌いたいなってなんかずっと思ってて、ちょっとその曲を歌おうかなと思います。行方って言うと毎日歩く道で足を絡め転んだ君、まるで右足は現実左足が理想で、二つが重なり温度差で壊れたみたいだった。膝と手のひらの傷は大したことないけれど、君は痛い痛いとずっと泣き止まないでいて、傷つく心が大粒の涙に映ってた。頑張れという人はいつでも君の壁を知りやしない。70億この気まぐれをまとう世界で君は生きにくそうなんだ。立ち止まるからこそ足跡は深いよ。涙は奇跡を描くよ。何気ない昨日より意味をなす今日になるんだ。悲しみの行方は君の手の中だよ。笑えて泣ける場所へ行こう。強く泣くたってすぐ疲れたってそので一日を振り返る君、記憶に残る駒は一つもないだるい体、呼吸をするのも面倒くさそうな顔してる。明日をすでに憂鬱で染めて、夜が明けないように願ってる。朝が怖くて布団に潜り、世界の人を一人にしてるんだ。街を濁らせ
Thank you.
自転車飛ばしてすぐ転んですり傷つくってそれでも笑って飛ばしてたねそうなんだ壊れてしまうシャボン玉みたいありがとうございましたちょっとさ、大丈夫みんな、時間大丈夫俺さ、ちょっと今の曲で最後やってんでも時間がちょっと余ってんねんもう曲やるわどうもありがとうございましたまた呼んでもらいますよこのさ
止めろ風。